今回紹介するのは「絶対に挫折しない日本史」という本です「大河ドラマや歴史小説は好きだけど古代から現代までの日本の通史となるとちょっと自信がない」「そんな人は少なくない」「覚える用語が多すぎる上山も落ちもない歴史教科書に挫折してしまうのだ」だが思い切って固有名詞を減らしてしまい 流れを長期間で捉えれば日本史はここまでわかりやすくて面白くなる歴史学者ではない著者だからこそ書けた全く新しい日本史入門目から鱗の面白い日本史中学で習った日本史は暗記一辺倒だったせいでほぼ忘れ高校では世界史を選択したのでずっと 日本史に苦手意識がありました。社会人の教養として日本史の流れくらい分かっていた方がいいだろうと思い分かりやすいと銘打った日本史の本を買ってみたりもしたのですが正直いくら図解が分かりやすくても途中で読み進めるのが億劫になり投げ出してしまっていましたそんな私なのでこの本を見かけた時も半信半疑で手に取ったのですが 読んででみたたらとても面白かったです。日本史で最後まで読めた本は初めてかもまず古代政権はセブンイレブンのフランチャイズ運営のようだったなど見立てが面白いので興味を持って読めます。さらに読んでいても日本史を学ぶという感じではなく現代人の目線からなるほど。 こんな風にして今の日本ができてきたんだなあと早送りでへんを追っている感じでとても新鮮な読書体験でした著者は全貌を把握する快感を味わってほしいと書いていましたがまさにそういう見通しの良いすっきり感がありますあと分厚いので読めなかったらどうしようと思っていたのですが半分が通しもう半分がテーマしになっていて 一気に読まなくても大丈夫でした。日本史は苦手という人におすすめです。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。